ちは。カリチャンネルののぞみです。今日ですね、イドホイオンラインショップを運営されている株式会社リファクトリー様からご提供いただいた、くくり罠イノシシホイホイのレビューをしていきたいと思います。で、自分が私たちはほら貧乏だから自分たちで頑張って罠を作ってるんですけど、ちゃんとした罠ですよ。ちゃんとした罠、楽しみですね。どういう感じになるでしょうか。それではどうぞ。じゃん、丁寧な説明書がついています。ちゃんとほら順番ごとにどういう風にかければいいかとか、部品の説明が各項目に分かれて細かく書いてあります。これは安心です。まずは、構成品である踏み板の説明をしていきたいと思います。踏み板、まず最初にですね、踏み板のネジを調整していきます。このネジを調整することによって負荷を変えていくことができるみたいです。負荷っていうのは重い体重でかかるのか、軽い体重でもかかってしまうのか。例えばタヌキとかアライグマに荒らされている方は負荷を軽くすればいいし、ということで大物から小さい猫物まで対応してるみたいです。ここにワイヤーガードの溝があります。ここにワイヤーをはめることによって、ワイヤーがずれないようにきっちりとはめることができます。こちらの踏み板を置く台座の説明に入ります。台座はこの黒い、部品が2個、これをカボッとはめるだけなんです。簡単じゃないですか。こういうことだよね多分。こういうことだよね。こういう細かい作業がね苦手なんだ。あ、はい、細かい作業が苦手な私でもすっぽり入りました。で、これの上にあ、なるほど。まあ、これが簡単に言うとセッティングした状態で、ここにイノシシがちょっと踏むとバネが閉まってホイッとかかるということですね。耐久性とかもねちょっと気になるところですが、ワイヤーもかけてみようと思います。これは締め付け防止金具も多分役割を担ってると思うので、よいしょ、締め付けすぎないように。これでワイヤーが締まりすぎて中に入った動物の足をねちぎっちゃったり、こう締め付けすぎないようにしていこうと思います。さて、あとはこの、反対の方のスプリングを締めていこうと思うので、実際に外でかけていこうと思います。はい、それでは反対側のスプリングの方も締めていこうと思いますが、注意するところがあって、ここを煽りにかけて引っ張っていくんですけど、引っ張るときにパイプのここを引っ張るんじゃなくて、ここからしっかり引っ張ってください。ほらここが固定されてないので、まだバチンってなるからね、気をつけてくださいね。スイ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 、引いてみましたが、スプリングを引いてみましたが、まだ試しの状態なのでマックスでは引かなかったです。女性の力だったらちょっと頑張ればっていう感じですね。さあ、ここでやっていこうと思います。で、歩くじゃん。すごいです。締め付け防止金具しっかり締めるの忘れちゃったんですけど、実際にフィールドにかけるときはしっかりとこれね、あれしていこうと思います。で、今度は、フィールドに実際にかけてみましょう。はい、実際にですね、イノホイさんのくくり罠イノシシホイホイをフィールドにかけていこうと思います。
ここに獣道がありますので、今日はここに仕掛けていきます。まずは、穴を掘っていきますかね。ここにイノシシの獣道があるんですね。で、この木を多分少しピョンって飛んでくるので、この辺の着地地点に、罠を仕掛けていこうと思います。じゃあ穴掘っていこう、いきます。よし、どうかな、こう、どの木に、やっぱこれだよね、この木にやっぱりくくります。この辺かな、こうくるからこの辺かな、うん、この、こう、もっと前。それでは仕掛けていきます。まずはこの大きさの穴を掘っていきます。感じで掘りました。なかなか木の根っこが大変ですね。これで安心。終わりました。いや、ね、かかるといいな。いかがでしたでしょうか。トレイルカメラの映像すごいですね。ちゃんと撮れてる。もう感動しました。値段ってピンキリですごい高いものもたくさんあると思うんですけれども、まあ、私みたいな新米が求めるものは安いけどよく撮れる罠もすごい探し求めていたので、これからもこの罠を使っていこうと思います。私たちは基本的に自分で罠を作っているので、こういった既製品ですごい良いところをやっぱすごく勉強になりました。あの仕掛けるとき、まあこここうなってるんだなとか、実際に確実に取れてることがもう分かっているので、皆さんにあの自信を持っておすすめできる罠だなと思います。罠を組み立てた時の感想なんですけれども、しっかりと説明書がついていますので、そして私が一人で組み立てることができましたので、初心者の方も安心して組み立てられるかと思います。あとホームページに行けばその罠を仕掛けてるところの動画もちゃんと出てきますので安心だと思います。よく私
自作で罠を作るときに自分でこう仮設してるときに誤作動を起こしてバチン合うってなるんですけれども、それはなかったです。しっかりとそのワイヤーをガチャッと下にはめることによって誤作動防止を努めてくれる。あ、だからあのシステムはすごくいいなと思って、私も自分の罠になんかこう使えないかなっていうことを試行錯誤してみています。あと個人的にフィールドにかけた後の感想なんですけれども、少しワイヤーが短くて場所を選ぶくくる木をすごく探さなければいけなかったので、場所を選ぶ罠だなと思いました。もう少しワイヤーが長いとマルチに対応できるのかなと思いました。こんな感じですかね。こちらの井上さんの罠についてですが、概要欄に詳細を載せてありますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。これからもですね、いろいろな動画を配信していきますので、よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いします。また私が一生懸命運営しているホームページ、ツイッター、インスタグラム等もありますので、よろしければそっちもチェックしてみてください。それではまたお会いできる日を楽しみに。さよなら。